そうでもない。浄水後の動き谷です。やっぱりちょっと水は多いんですけど、釣りにならないというレベルではないんで、開きから中心に攻めていっています。釣れないか、高早だな。目安的に高早。あー出ないですね。これは巻きが巻きになってないな。難しいですね、今日は。いるのかな。ハエがいるでしょ、あんなところ。動くの巻き返し出ないな。いいですね。ボギーでしたね。ボギーいましたね。
あそこで出ましたけどね。見たいですね。あら、反応するけど小さいな。またバレた。なんか反応あるけど小さいですね。ボギーですね。やっと反応が受け始めました。深みはないけど、開き出てないかも。ちょっと今日はしつこく流さないと出ないみたいですね。もっとしつこく流せか。ダメだって食らったわけだ。よし、出ました。まあ、やっと食べるサイズとか。かわいいですけど。あ、見てた。いい感じで来たんだけどな。滝の上はパラダイスかと思ったけど、高早天国ですね。まあ、それをかいくぐって釣るしかないんで。ポイントなのにね。水冷た。
あら、だか早いですね。あら、なんで抜ける？ドーリックも一回しか出ないんですね。あら、またなんかやらかしてるな。高早だ。これだもんな。なんであれがブレるんかな。マジかの人か。ないですね。あ、いいです。いました。もう5位ですね。なんだ。これは5ギだな。これは多分めっちゃ綺麗なやつなんですか。これはちょっと綺麗ですね。オレンジ色がこの腹が綺麗ですね。このサイズが9番のフライを振ってくるという。抜けました。水グラス鳴いてますけど、まだ真っ昼間です。
ああ、キャストしびら。ああ、少しにくい。いませんね。ああ、走った。肩についてたんだね。あんまり反応が特徴的じゃないね。同じぐらいですね。ドラム飲んでるね。あっ、これ飲んでますね。よし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 、あーまあまあサイズやっぱりこんなものか。ぼっこり、もうなんかサイズはもうこんな感じですね。ずっとパワー相変わらず小さいな。それでも9番のフックくわえるんだもんな。おー、まあまあこんなサイズなんですね。あまりこう、ゴギの特徴の虫食い模様というのがスパースなんですね。あ、やっぱりこのバイフォンだな。あまりこう、反問が残ってるようで残ってるね。うん、もうあのサイズばっかりだな。すごいな、あのサイズ濡れてますね。サイズ出るということはでかいやつがいないってことだよな。
水が冷たい。あ、これは割と救いがはっきりしてるな。来るかな、来らないだろうな。これはまあまあの動きじゃないですか。お、これはいいサイズですよ。おお、いいサイズですね。7寸ぐらいですかね。やっと許されるサイズですね。頭が映らない。こんな感じですかね。はい、ナイスボギーです。丸のみですね。22、23ぐらいありますかね。感じですか。あ、でも良かったですね。うん、いいサイズです。はい、よいしょよいしょ。あー、でも俺はこんなサイズだな。私にはこんなサイズです。ちょっと浅いポイントだけど、どうだろう、なんか開くから。あれ、なんですか今のは。ダブルハイヤーですかね。嘘でしょ。もう出ないか。まあもうじゃあ右が。あれ、なんかやらかしまくりやな。あー、もう何やってんですかね。今出たところ、ああ、赤早がいますね。
回右合わせちゃったから出ないか。これはでかい。でかいか。でかい。ああ抜けた。これやっちゃいけんのよ。抜けた。やられた。今のはやられた。歩いてるから今あってなりましたね。今からが活性がいいんじゃない。